あなたの常識間違ってます。どうもセリカスイミングのセリカです。本日の動画はクロールの進むバタ足のコツについて詳しくご紹介していきます。あなたはこんなお悩みありませんか？バタ足がどうしても苦手、ダイエットとして水泳をしたい、進むバタ足のやり方を知りたいというあなたに向けて、本日は4つのコツをご紹介していきます。動画の後半には3つの練習方法をご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。チャンネル登録がお済みでないという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。まずは本日のラインナップをご紹介していきます。1、蹴り幅は最小限にする。2、内股にする。3、水の中でキックする。4、膝は曲げていいし付け根は動かさなくていい。以上4つを詳しくご紹介していきます。動画内で疑問点のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。1つ目、蹴り幅は最小限にするということについて解説していきます。1、蹴り幅は小さくても全然進む。2、むしろ大きくても進みは余計悪くなる。3、早く泳ぎたいなら早く蹴る。ということで、バタ足をやる際の蹴り幅に関して説明していきます。蹴り幅は大きくすれば進むものではありません。むしろ小さい方がバタ足っていうのは進みます。なんで大きいと進まないかっていうと、抵抗が大きくなってしまうからです。バタ足は進まない人ほどなぜか蹴り幅を大きくしがちです。バタ足で早く進みたいのであれば、蹴り幅を小さく、そして小さいんだけども早くする。これでバタ足っていうのは全然進みが変わってきますので、今まで大きく蹴っていた方はぜひ大きく蹴るのをやめて、もう本当に小さくてもいいです。こんなんでいいのってぐらい小さくていいので、ぜひ小さく蹴ってみてください。2つ目は内股にするについてご紹介していきます。1、足首の筋を伸ばす。2、足の甲は外側が広い。3、親指と親指がかするくらい。ということで、2つ目のコツはバタ足をやる際は内股にしていきましょう。内股にすることによって足の甲の広い面積の部分を使うことができるんですね。ただただ内股にしないでそのまま蹴った状態だと、どうしても足の狭い面積、足の甲の狭い面積しか使えなくて、なかなか進みが悪いと思います。選手なんかは足をちょっと内股にして、足の甲の外側を使って水を後ろだったり下に蹴っているので、内股にしていきましょう。その時のイメージとしては、力は入れなくていいんですけど、すねから足の甲にかけての筋を伸ばしていくようなイメージですね。水圧で勝手に伸ばされるようなイメージでバタ足をすると、より脱力のあるバタ足になります。3つ目、水の中でキックをするということについて解説していきます。1、水中から足は出さない。2、出ても意味がないから。3、切り下げることだけ意識すれば進む。ということで、3つ目のコツはバタ足は水中で行っていきましょう。今ご覧いただいている映像でも、私あんまり足水面から上に出てないこと分かりますか？そこまで意味はないです。足が水面から上に出ても意味がないです。どちらかというと水中で細かく打っていた方が、確かに重さは感じますが、その方が質のいいキックになります。そしてどうしても足が水面から上に出てしまうっていう方は、もしかしたら足を上の方だけで蹴ってるかもしれません。バタ足の進むコツっていうのは、蹴り下げることに意味があるんですね。水の中でキックをするというのは、蹴り下げてっていう意味も含まれているので、ぜひ下に向かってキックを打っていきましょう。4つ目、膝は曲げていいし付け根は動かさなくていいということについて解説していきます。1、膝はまっすぐにしない。2、付け根は勝手に動く。3、力が入っているからできなくなる。ということで、まあ、よくありがちな、私本当に最初からね、ゼロから学ぶという方はこれすごくよく言われることなんですけど、1つ目は膝は絶対曲げないでください。でもう1つは、足は付け根から動かしてバタ足をするんですよって、これこの2つ本当によく言われることなんですね。でも私は、まあ、言ってることは間違いではないけど正しくはないと思ってます。
イメージとして膝を曲げてキックっていう意識も持ってないし、付け根を動かすっていう意識も全く持ってないです。選手なんか見ても膝は全然曲がってるし、まあ、もちろん付け根はねちゃんと動いてるけど、付け根から動かそうとしなくていいです。勝手に付け根は動くようになります。ということで、おすすめの3つの練習方法をご紹介していきます。まず1つ目はバタ足になります。こちらはシンプルにビート板を持ったバタ足になりますが、結構重要な練習ではありますね。顔上げでも顔つけでもどちらでもいいです。やりやすい方からやってください。イメージとしては足は蹴り下げる方ですね。水中から足を出さないこと、そして蹴り幅を小さくしていくこと、早く進みたいのであれば小さく早く打つことですね。特に気をつけていただきたいのが蹴り幅なんですけど、ご自身が思ってるよりも全然小さくていいです。もう本当に1ミリしか動いてないんじゃないかなっていうぐらいで、バタ足っていうのは意外と大きく動いているので、それぐらいのイメージでぜひやってみてください。続いてご紹介しますのがフィンになります。こちらはフィンを履いて、できれば水中でぜひバタ足をやってみてください。こちらは足首をとにかく柔らかくしていく練習になります。まあもちろん推進力がついた時のスピード感だったりっていうのも本当によくわかります。やっぱり素足よりもフィンで泳いだ方が10倍ぐらいはスピード上がってるんじゃないかぐらいの体感がありますので、ぜひフィンを履ける環境のある方はやってみてください。そして足首の硬い方はフィンをやればすぐに柔らかくできます。足首が柔らかくないとどうしてもバタ足っていうのはね、いつまでも進みが悪いので、ぜひ足首も柔らかくしてみてください。続きまして3つ目ご紹介するのはヘッドアップクロールになります。こちらはかなり応用編なのでチャレンジとしてやってみるのもいいんじゃないかなと思います。こちらは頭を水面から上げたままクロールを泳いでいきます。もちろん手のかきでの推進力もないとずっと頭を上げられないのですが、それよりもやっぱりキック力が結構メインの練習にはなりますので、自分のキック力今あるかどうかがヘッドアップクロールやればわかります。頭が下がればキック力がないということなので、ぜひやってみてください。ということで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ本日の動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、通知ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。